ね、問題はこれ小川さんが趣旨が分かってるかどうかということですね。やってもらいましょうか。かなり今もう容器は漂ってますから。吉村君の分かりやすかったですよ。分かりやすくね、うん、でいろいろ聞いてたら私の理解とちょっと違うんですよ。やっぱり違う。あなたの理解はどうなんですか。私のもう喋り出していいってことですか、それは。いやいや、ちょっと出だしだけ聞かせてください。私はあのタイトルは病院。あー、いいいい、人を引きつけるからね。病院はいろんなネタがあるから。そうですよ、病院パート1なんですけども。パート1ですよ。いくつまであるんですか。とりあえずパート2まであるんですけど、私ちょっと2年ぐらい前なんですけども、あの朝起きた時にすごいお腹が痛かったんですよ。でお腹が痛くてこれは大変だと、でも尋常なお腹の痛さじゃないと、しかも胃ではないと、なんかその女の子のちょっと大事なところが痛いと、これはあるじゃないですか、下の方が下腹部がちょっと痛くて、でお母さんにこれは大変だと、私何かなってるかもしれないと、でそう思ってお母さんにこれちょっと病院行った方がいいよねって相談したら、あそうなんだって、じゃあそれは行った方がいいって言って、でそれで先生に電話して、ちょっと救急なんですけども見ていただけますかと、緊急みたいな感じで行ったんですよ病院に。それでこうでお腹がすごい痛いんですって言ったら、じゃあレントゲンを撮りましょうってなって。レントゲンなんだ。そうなんですよ、レントゲン撮ろうってなって、でそれこれは結構やばいのかと私の中で思ってたんですよ、木村さん。これね、なかなかね最後にはたどり着かないですか。もう今もうやばかった。でも今結構もう8号目結構メリハリで行くんで今回は。メリハリでも8号目でしょ。使い方違う。メリハリなかったでしょ。8号目まで何のメリハリだったの。こっからめったり貼ったり今までじゃないですか。そのレントゲン自体がレントゲンを撮るんだ。レントゲンを撮って、でそれでちょっと待っててくださいって言われて、お母さんちょっと心配で待ってたんですけど、でその呼ばれて、ちょっとこちら見てくださいと、レントゲンの写真、これ腸があるんですけど、これ見えますかって言われて、ですごい真面目に聞いてるじゃないですか、何なんだろうこれと思ったら、ただの便秘ですって言われて、はい終わりです。いやーさすがだな。もうちょっとね、食いつきられるよ。これはもう完全に供養です。お願いします。それは合唱お願いします。もう本当にこれは良かったですね。もちろんもちろん終わらせていただきました。ありがとうございます。良かったね。確かあのスタンディングオベーションも3人までだったから、まあめでたく供養されます。ありがとうございます。